皆さん、こんにちは。今日のビデオでは、PVE 幻想郷鉄道の開発への参加方法について紹介します。PVE 幻想郷鉄道は8月10日に最初の正式版がリリースされましたが、これは最終版ではなく、完全な鉄道システムにするためには多くの開発作業が必要です。開発に参加したい方は、誰でも歓迎します。開発に参加するには、このビデオが大いに役立つでしょう。まず、いくつか重要なポイントを説明します。まず第一に、どの組織にも参加する必要はありません。この路線は、オープンソースコミュニティで非常に一般的な、マーケットプレイスの開発モデルを採用しています。幻想郷鉄道の開発に参加する一つの重要な方法は、JIS 部にコードを提出することであり、JIS 部のアカウントさえあれば開発に参加できます。第2に、ライセンスに関するいくつかの事項を説明します。幻想郷鉄道の路線データのライセンスは、一般的な MIT ライセンスを採用しています。このライセンスにより、路線データを無償で使用、変更、二次配布、さらには販売することができます。これは他のほとんどの BVE 路線とは異なる点です。緩やかなライセンスを採用しない場合、マーケットプレイスというの開発方式はできません。それでは、いよいよ幻想郷鉄道の開発に参加する方法を紹介します。開始する前に、開発環境を設定する必要があります。まず、テキストエディターを入手する必要があります。ここでは VS コードを推奨します。また、テキストファイルであるため、Windows のメモ帳でも使用することができます。次に、PVE トレインシム5をインストールします。ただし、8月10日のビデオ内の方法ではなく、開発時には一般のプレイとは異なる路線のインストール方法を使用します。その後、PVE 内で右クリックして、設定を選択し、詳細設定をクリックし、開発機能を有効にします。これで、PVE、トレインシムで路線の開発ができるようになります。次は重要な部分であり、このプロジェクトに貢献する方法です。まず、このリポジトリのブランチを作成します。これにより、同じ内容のリポジトリがアカウントの下に作成されます。リポジトリページのフォークをクリックして、このステップを完了します。次に、リポジトリをクローンする必要があります。GIT または JIS 部。デスクトップを使用して行うことができます。そして、そのリポジトリがローカルマシン上に見つかります。リポジトリをローカルにクローンしたら、以前に説明した方法で列車などのコンポーネントを設定します。その後、ローカルマシンで開発を行うことができます。路線の計画については、リポジトリ内の開発者ガイドを読むことで理解できます。必要に応じて、公式ドキュメントやオンラインのチュートリアルも参照できます。ある一つの小さなステップが完了したら、それをブランチのリポジトリにコミットしてプッシュすることができます。作業がほぼ完了したと感じたら、プルリクエストを使用して自分のコミットをメインリポジトリにマージできます。コードがチェックを通過した場合、あなたはこのプロジェクトの貢献者となります。ユーザー名はリポジトリページの右側に表示されます。幻想郷鉄道の開発への参加方法についてのガイドは以上です。私たちはさらに多くの開発者の参加を期待しており、プロジェクトを成長させていきたいと思っています。以上がこのビデオのコンテンツでした。ご視聴いただきありがとうございました。